照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道日本ハムファイターズの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日の注目、なんといってもプロ初先発のルーキーのピッチングになるかと思われます。初めてのマウンドですから相当緊張もあると思うんですけれども、とにかく思い切って投げてもらいたい。繋がりましたね。いいと思いますよ、さあそしてこのチャンスで打席には8番の入っています。さあまず1球目、まずはボールから入りました。レフト線へ持っていった、ファウルボール。このカウントは狙うゾーンを少し広げている感じでしょうね。なるほど、そうですか。レフト線へ持っていった、ファウルか。深いところフェアになった。二塁ランナー三塁も回った。サードランナーホームイン。中継にボールが送られる。イーグルス追加点、4対0。ルーキーに援護点をプレゼントします。楽天イーグルスが見事勝利を収めました。今日は赤星さん、打撃で圧倒しましたね。打つべき人が打ってくれましたし、これでまたチームが乗ってくるんじゃないですかね。そうですね、チームに流れを呼び込む今日の勝利でした。勝ったイーグルス、大きな今日は勝利になりました。一方のファイターズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはイーグルスが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで楽天生命パーク宮城から失礼します。